こんにちは、RWS ドリブル塾の伊藤大輝です。今回は相手と至近距離の時に使えるステップをご紹介していきます。使うのはこのマーカー1つとサッカーボール1個ですね。今の小学生に非常に多いのが相手と至近距離の時に間合いが近い時ですね。その時に強引にドリブルをしていって体を入れられて取られてしまうっていうのが非常に多いんですけど、それを改善するためのステップになっていきます。で、この動画を見て実際にやってみたチャレンジ動画を僕たちの公式 LINE の方に送っていただければ、僕の方から採点とアドバイスの方をさせていただきますので、そちらもお待ちしてます。はい、ではやっていきます。はい、まずはやり方です。まず自分の利き足で相手の斜め横にカットインします。当然至近距離ですのでディフェンダーはついてきます。そこで無理やり強引にドリブルをしていってもやはり体を当てられて取られてしまうっていう風になってしまいます。かといってカットインをしてその場でボールを止めてしまってもやはりディフェンダーの足が届く間合いなのでボールを弾かれてしまいます。そのため相手の横に斜め横にカットインをしたらこのようにボールを触ると同時にボールと体を後ろに引きます。そうすることで相手ディフェンダーとの間合いを作り直すことができます。ディフェンダーからするとカットインしてきて慌てて対応してきて、でそこでもう一回引いて持ち直すからもう一度対応してくるっていうような状況ですね。そこでディフェンダーが戻ってきたところを親指小指でトトンとカットインをします。親指小指のトトのリズムでやることがポイントで、最初のトンのリズムのカットインがあるんで、そこでトトンというようにすれば相手のタイミングを外すことができます。本当にシンプルな技術なんですけど、こういった駆け引きの部分、ボールの置きどころだったりボールのタッチの仕方ですっていうのが非常に大切になってくるスキルで、相手と至近距離の時というのが有効的な技術になっていきますので、ぜひこれを練習してみてください。もうすぐ皆さん休校を明けてでスクールとかチームでの活動とか始まっていくと思いますので、そちらでこの技術を身につけて進化したドリブルを、ぜひ見せつけて、活躍の方してください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。